は水い町通り停留場は、高知県高知市、はりまや町にある土佐電交通桟橋線の路面電車停留場。当停留場は1928年、はりまや橋高知駅前間の開通に合わせて、は水い町停留場として開業した。は水い町通り停留場に改称したのは1938年。停留場は、 その後1942年に一旦休止されたが1960年に復活している。桟橋線の軌道は道路上に敷かれた平洋軌道で東底流上も道路上にホームが置かれている。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように廃されるが、互いのホームは交差点を挟んでハス向かいに離れている。交差点の北にあるのが 高知駅方面へ向かうホーム、南にあるのが三橋方面へ向かうホーム。三橋方面は、針間や町三丁目、高知駅方面は一丁目に位置する。はす池町通は、停留場が置かれている交差点より東に伸びる通りの名前。はす池の名は、高知城の城下町を築く際、当地に現在の都差市はす池から住人を移住させたことに由来する。 abcdefg 土砂電鉄が走るチコンジャク101.156から158ページ abcd 今尾啓介日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年61ページ isbn 978から4から10から79万29から6上野広と土砂電交通再出発便利な市民の足に 高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造。四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道。2013年、38.95ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。川島慶造。 全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、286ページ。ISBN 978から4から794216151。AB、土佐電鉄が走る町根尺62から63ページ。ありがとうございます。